石器時代へ行った男は、エドガー・ライス・バローズによるアメリカの冒険小説。本作は、全2部で構成されている。第1部は、洞窟の娘のタイトルで、オールストーリーに1913年に掲載され、第2部は、洞窟の男のタイトルで、オールストーリー・ウィークリーに1917年に掲載された。1925年の単行本化の際のタイトルは、 洞窟の娘。砲役は、石器時代へ行った男のタイトルで、厚木厚子役、東京草原社、1977年12月16日。挿絵、カバーイラスト、口絵は、竹部本一郎。内容は、というもので、原始生活を賛美する方向で書かれている。厚木厚子は、 役者跡書きで、石器時代から来た男と合わせて二部作と見ていいと述べている。なお、砲台からは、タイムトラベルものという印象を受けるが、その要素はない。また、SF 的な要素としては、孤島に、原始人やエンジンがいるという程度で、猛獣も黒表が最大級の難敵である。ありがとうございます。